こんにちは、妹のシナモンです。双子姉妹の小さな幸せ動画です。今日の小さな幸せは私の一人ランチです。前から行ってみたかったカフェです。では入ってみます。店内も観葉植物がたくさんありますね。庭園デザイナーとアクアリウムデザイナーのコラボカフェなんですって。緑と水槽のある空間に癒されます。しかも貸し切り、私一人。煮込みハンバーグはチーズたっぷり、ご飯は16穀米です。美味しそう。いただきます。あっという間に完食です。食後はホットコーヒーで温まります。こちらのカフェは嵐のグッズがたくさん飾ってあるんですよ。オーナーさんは大野くんが好きなのかな。知る人ぞ知る嵐ファンの聖地らしいです。嵐ファンの会社の同僚に教えたら絶対行くと言ってました。私は観葉植物のカフェに興味があったのです。嵐ファンはワクワクですね。観葉植物と嵐グッズの素敵なカフェ、おすすめです。ゆのちゃんの一周忌、1月30日私たちの誕生日、もう1年間ゆのちゃんとはずっと一緒の記念日だね。セシルは2月2日で旅立ってから100日です。早いような遅いような、まだ信じられない。会いたいな。最近チャンミンは突然泡を吹いて痙攣を起こしました。突発性転換でした。またお迎えが来たのかとパニックになりました。シニア犬は急変するので要注意ですね。最後までご視聴ありがとうございました。双子姉妹とチワワをよろしくね。